啲冇胃咁大噶，背背背背背，唔系啲胃咁大噶，啲胃咁大咧，如果胃咁大噶，啲胃咁大噶。你去哪里去？強い火を出して。はい、アリムです。マリンです。はい。今日は台湾人であるマリンにお笑い芸人の中川家の中国人のモノマネっていうネタがあると思うんだけど、それを台湾人であるマリンが聞いてどういう反応するかっていうのをちょっとやってみたいなと思います。じゃあ行きましょう。せーの、レッツゴー。そちらね、中国のサラリーマンの方ですかね、いらっしゃると思うんですが、はい、もっと他になんか中国の子なんかいらっしゃいます？先ほどは中国の料理人の方がいらっしゃいました。料理人の方、はい、ちょっとお話を伺いしてみたいと思います。ではよろしくお願いいたします。你好你好你冇計飲到胃咁大啲，啲胃咁大到，啲冇胃咁大噶。背背背背背，唔係啲胃咁大喎，啲胃咁大啲，如果胃咁大喎。なんて言ってるんですか、彼は。彼はね、私は中華料理するときはすごい強火で、いきなりこう強い火を出して、でそれから弱火でお客様に味見をさせてます。つみさん。そんな話は聞いてないんです。彼の料理に対する姿勢は聞いてないんですよ。中国ではあまりこのニュースが報道されてないという噂があるんですが、実際はどうなんでしょうか。在中国是不是没有什么报道这件事情？你们觉得怎么样呢？我豆味就咁大个，即系范冰冰，呢个味又咁大。范冰冰，范冰冰，止めろ、一回止めろ。范冰冰と言った。ちょっと待って、待って。なんか質問した中国語あったけど、あれは本物。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 で、何？なんか中国語。返事はこちゃくちゃけど、でも中で、ある中国語でめっちゃ有名な俳優出た。女優。范冰冰という范冰冰。もう一回聞こうか。もう一回もう一回。在中国是不是没有什么报道这件事情？你们觉得怎么样呢？我豆味就咁大个，即系范冰冰，呢个味咁大个。对上人啦，范冰冰。今までここまで来たけど、中国語喋ってのファンビンビンだけ。聞こえたのはファンビンビンしかない。おお。そしてなんか喋り方ちょっとなんか中国語じゃなくて香港の人というの、の。中国語。あ、そうなんや。でも大が、に、あ、ファンビンビン。ファンビンビン。大丈夫です。報道されなくても心が通じてるから。わってる。ファンビンビンが何が思ってるのが。ファンビンビン。ほら、ファンビンビンと言ったよ。なくても大丈夫です。真ん中の方いかがでしょうか。我是真的放心的，真的真的放心的，嘿嘿嘿嘿。中国語？中国語じゃない。中国語。行きの方は本当にうまいと思う。その香港のなんか香港香港の方のなんか喋り方、ほんまになんかダイヤのヤーの発音、発音がそうそう結構あるね。今のところ台湾人のバリンから見たら、そう結構もう雰囲気もあるし、うまいし、たまに女優のなんかファンビンビン入ってきてるし、そうファンビンビン、あすげえなみたいな。でも、うん、真ん中の方はちゃんと中国語のなんか演技やってるやん。あ、先ほどったな、真ん中の人な。そうそうそう、サラリーマン。うん。それは全然やから。あ、全然違うかった。で、次もう一個あんねんけど、これもまあ全く一緒の人で、二人でショーをしてるわけ。ショー。それを見てほしいねんけど。爆買い中国人。いやー、たくさんの中国の方がこれを通りますけども、ちょっとインタビューしてみたいと思いますけども、大変そうです。すごいですね、この荷物。はいはい、これはまあすごい、これは大変ですよ。いやちょっと手伝いましょうか。ごめんなさい、ごめんなさい、すいません。すごい買い物入りますか、これ。あらまあ、そうですか。はい、ということで、今中川家の中国のモノマネ見てもらったんやけど、日本人がめっちゃ気になってんのは、これを見てこの人はなんか中国語喋ってるんか喋ってないんか、雰囲気どうとかお聞きたいね。どうかな、バリンから見たらもう結構中国人多いと思うね。うん、うん、でもあの人のはもう全く違う、通じへん。あ、通じへん。そうそうそう、日本人から見たような雰囲気というか、もう中国語喋ってるように見えんねん。あ、そうなの。マジで見えんねん、もう喋ってんねん、あの人は。俺からしたら雰囲気中国人ぼ、喋り方はもともと
なんか分かんないから、うん、わざとしないな、うんうん、まあ、バリは多分その人は香港の方かもしれないよと思う。結構大げさなんや。そうそうそう、めっちゃなんかずっと同じの発音してるから。バリ香港の人喋ってるの 30% ぐらい理解できる。何十パーくらい、うん、30? あ、そんなちゃうんや。20、30くらい。あ、でも上海って書いてそう、だから知らんの。バリの頭のイメージの中で上海の人はそんな喋り方じゃなくて、バリのイメージはこの人は香港の喋り方で。そう、あ、そうなんや。かな、みんなどう思いますか。バリはあまり分かんないけど、うん、なるほど。でまとめたら、中国語は何喋ってるか分からへんけど雰囲気は似てるのと、バリからしたら香港語を喋ってるんじゃないかなと、うん、ということで、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またじゃあこういう動画撮りましょう。